1984年の世界耐久選手権は FIA スポーツカー世界選手権の32年目のシーズン FIA のグループ C1、C2、B 車両及びイムスサの GTP、GTX、GTO、G2 車両が参加した。シリーズは1984年4月23日にイタリアのモンツァで開幕し12月2日に オーストラリアのサンダウンパークで閉幕するまで全11戦で争われた。ドライバーズタイトルはステファン・ベロフ、マニファクチャラーズタイトルはポルシェが獲得した。グループ C2 の FIA カップはアルバ・ジアンーに、FIA グランドツーリングカップは BMW が獲得した。ポルシェが956でマニファクチャラーズタイトルを獲得した。ランチアはランキング2位となった。 ドライバーズタイトルのみ、1位から10位まで20から15から12から10から、8から6から4から3から2から1のポイントが与えられる。総計84名がランクインした。1位から10位まで20から15から12から10から、8から6から4から3から2から1のポイントが与えられる。ベスト8000のポイントのみがカウントされた。それ以外のポイントは無効となった。 全車両に対して総合ポイントが与えられたが、C に及び B はそれぞれ個別のランキングポイントも与えられた。シャシービルダーとエンジンビルダーは一つのコンストラクターとみなされたが、複数のシャシーまたはエンジンがリストされることができた。第5戦、第8戦、第11戦はドライバーズポイントのみ、ベスト6戦のポイントのみがカウントされた。無効となったポイントは車体で示す。 オフィシャルプログラムサンドンセンページ44 ABCDFIA ワールドエンデュランスオートスポートジャニュアリー31 1985ハット ABCDEFGHIJKLM NOP 1984ワールドエンデュランスチャンピオンシップフォードライバーズ1985 FIA アブックオブオートモビルスポーツグレーセクション ページ861984ワールドエンデュランスチャンピオンシップフォーマニュファクチャラーズ1985 FIA アブックオブオートモビルスポーツグレーセクションページ871984グループ C2 プロトタイプ FIA カップ1985 FIA アブックオブオートモビルスポーツグレーセクションページ88 AB レースリザルツ 1984? ワールドエンデュランスチャンピオンシップ、w w w c, c a、e e e、l a s s i c s c a r s c o m r e t r i e v e d o n 1 0 a p r i l 2 1 3ありがとうございます。